起動ファイル大量作成マニュアルこの講座ではスマートブレーンの起動ファイル作成方法をご紹介しますこの講座を終えると起動ファイルを大量に作成する際にスピーディーに行えるようになりますこの講座は ご覧の知識が前提となっております。起動ファイル大量変換原本を開きます。必要な数だけコピーします。起動ファイルを作成する、作業をするためのフォルダを作成します。 先ほどコピーしたものをフォルダー内に貼り付けます。フレキシブルリネーマーのフォルダを開きます。フレキシブルリネーマーは、ファイル名を一括でリネームするソフトです。リネームとは、名前を変更することです。大量の起動ファイルの名前を変更するのに、このソフトはとても便利です。 フレキシブルリネーマーを起動します画面左から起動ファイルを作成する作業フォルダーを開きます画面右に先ほど貼り付けたファイルが表示されます文字列プラス連番をクリックします開始番号と追加文字列を入力します 画面右側に、リネーム後のプレビューが表示されます。リネームをクリックします。クリックすると、実際にリネームされます。実行確認が表示されます。OK なら OK をクリックします。リネームされました。 リプレイスツールを開きますリプレイスツールを起動します起動ファイル大量変換原本内にある置換ルールファイルを開きます矢印の左側の mp4 は html の起動ファイルの中にあらかじめ記載されています矢印の右側の mp4 は html の起動ファイルの中にあらかじめ記載されています MP4 は置換後に使用する連番です例を挙げますとリプレイスツールでご覧のように設定します検索文字列は起動ファイルの中の文字列これを任意の置換後の文字列を指定し任意の連番を指定します置換をするファイルが表示されますので確認します 置換をクリックして、置換を実行します。実行結果が表示されます。いくつか起動ファイルを開いて、実際に置換されたか確認してみましょう。動画のファイル名をリネームします。HTML 起動ファイルのときと同じ流れです。 文字列プラス連番をクリック。開始番号と追加文字列を指定します。リネームを実行します。あとは通常通り、HTML の起動ファイルと動画を同じフォルダー内にまとめて ZIP 化すれば完成です。今回の講義は以上です。 ご清聴ありがとうございました。製品のご購入、お問い合わせはご覧のホームページで承っております。